さあ、ニコルンのキャラクター遊び第2話やっていきましょう。学食からスタートです。先生、ニコルン、あ、先生も今からお昼ってことで、あ、そうです、はい。偶然ね、私も今から食べるところよってことで、お、本当に偶然ですね。一人で食べるのって、他に誰かいるように見える？あ、確かに、見えないです。他には、見えないです。そうね、いつもお昼は一人で食べてるわってことで、あ、なんかメンバーとは食べないんですか？今、いいかしら。よかったら、今日は一緒に食べるってことで、あ、せっかくなんでご一緒させていただきます。何？その意外そうな顔ってことで。先生、勘違いしてるかもしれないけど、私だって社交性がないわけじゃないんだからね、どうね。社会性皆無だと思ってた。それに先生とこれから一緒に仕事をしていくわけだし、初めにコミュニケーションを取っておくことは大事でしょう、というね。あ、倫理観になっている。確かにその通りだ。で、どうするの？別に嫌ならいいんだけど、いや、もちろんね、ご一緒させていただきますよ。向かいに、座る、立ち尽くす、立ち尽くすってどういうこと先生？とりあえず向かいに座りましょうよ。いやでも面白いから、ちょっと立ち尽くしてみるか。もう煮えきやないわね。私だって暇じゃないのよと言って、あ、すいませんって怒られちゃったよ。いいからここに座ってとね、もう激怒ですよ。はいって言うね、向かいに座ります。私のお昼のメニューと、あ、何食べてるんですか？やっぱりヘルシー系のメニューですかね。野菜スティックと、チキンスープ以上。あはお、ストイック is of the stoic。これくらいがちょうどいいのよ。あんまり食べ過ぎると、午後からのレッスンに支障が出るから。あ、なるほどね。アイドルはステージの上立てが勝負って思ってる人もいるみたいだけど、私は決してそうじゃないと思うのでね。まあプロのアスリートもそうですよね。日頃からがね、あの勝負ですからね。全く。食事の時も、お風呂の入る時も、寝る前だってすでに勝負は始まっているわよね。これがプロフェッショナルですよ。これがプロフェッショナルな仕事ですよ。普段から大した努力もしてないのに、ステージ上だけでは輝こうなんて、虫がいい話よねというね。ギクッ、いたたたたたた。確かにその通りだ。気づいたら私ばっかり喋りすぎてるわねと。いやいや、それでいいんですよ。ありがとうございます、貴重なお話を。先生は食事で気にしていることはあるのと。ね、ないね。怒られそう。行くわと聞きたいところだけど、私もう行かなきゃ、レッスンが始まっちゃうとね。ああ。え、そうよ。レッスン開始は3時間後。あれ、全く。まだ3時間あるんじゃなくて、もう3時間しかないでしょ。身だしなみを整えて、モチベーションを高めて、体を温めて、そうしてたら3時間なんてあっという間よというね。これはちゃんとやってるメンバーいるんでしょうかね。いないでしょう、おそらく。本当にプロの選手だ。そのサッカー選手でも野球選手でもそうですよね。練習の前から早めに行って、なんかコンディションを整えるっていうね、ことをしてますからね。これが本当にプロだな。すごいな。行くわ。それじゃあ私は失礼す。ちょっと、先生が食べてるそれは何？アップルパイ？おいしそうな匂いね、どうで。まあ、体型維持に気をつけて、私には無縁な食べ物よね、どうで。ああ、そうなんですか？分けてくれるの？先生がどうしても食べきれないっていうなら、一緒に食べてあげてもいいけどね。ああ、お願いします。ダメよ。いや、ダメダメ。こんなことで気を緩めていたら完璧なアイドルにはなれないわ、というね。まあこれぐらい大丈夫っていうと怒られそうなんで、まあここはね、ニコルのね、尊重しましょう、意見を。行くわ。それじゃあ私レッスンに行くから、先生、変に誘惑するのやめてよね、というね。誘惑はしてないわ別に。